こんにちは、青木里奈です。夢タウン久留米の解読情報をお送りする週刊夢くるプレス。まもなく梅雨入りを迎えるこの時期、早めに夏準備しませんか？ということで、今回のテーマは初夏雑貨と寝具。少しずつ近づいてくる夏に備えて、賢く快適に過ごせるアイテムをご紹介します。週刊夢くるプレス、スタートです。週刊夢くるプレス、テーマは初夏雑貨と寝具。まずは初夏にぴったりなアイテムの登場です。1回フランフランからのご紹介です。何気ない毎日を楽しい生活に、家具やインテリア雑貨を通して心地よいライフスタイルをご提案するインテリアショップです。フランフランがおすすめする初夏雑貨アイテムがこちらのフェチュニアボールです。夏らしいガラスの淡い風合いのハンドメイドボール。毎年夏に出ているガラスボールが花形になった新商品です。涼しげな夏のメニューにぴったりで、1枚プラスすると食卓がパッと華やかに。カラーバリエーションも豊富で、 M サイズはホワイト、ライトブルーの2色、S サイズはイエロー、ライトブルー、ピンク、ホワイトの4色展開となっています。暑い夏にぴったりな爽やかなボールですよね。サラダやフルーツ、かき氷などに使うと可愛いんですよ。ペチュニアボールは1回フランフランでお買い求めいただけます。続いては寝具のご紹介、2回プレザンプレザンです。大好きな人に贈りたいプレゼントをキーワードに、お誕生日、ご結婚、お引越しなど贈りたいシーンに合わせたギフト雑貨をご提案いたします。高田さん、プレザンプレザンからはどういった商品のご紹介ですか？はい、当店がおすすめするのはこちらのスノークール敷きパッドです。見た目も涼しげな敷きパッドですよね。触るとひんやり冷たい、おなじみの接触冷感シリーズの敷きパッド。今年は大人っぽいリーフ柄とタイル柄など4種類の柄をご用意。お部屋の雰囲気を崩さず、おしゃれに暑さ対策ができるアイテムです。落ち着いた寝室にもぴったりの柄ですね。寝苦しい夜もひんやり使えておすすめです。スノークール敷きパッドは2回プレザンプレザンでお買い求めいただけます。続いてはこちら、1回無印良品からのご紹介です。シーズンごとのトレンドを取り入れた衣料品、無駄をそぎ落としながら機能性にこだわったシンプルな生活雑貨。手作りの楽しさや健康を提案する食品、無印良品は訳あって安いをキャッチコピーに、生活者の視点を大切にした暮らしに役立つアイテムを提案しています。無印良品からのおすすめがこちらのオーガニックコットンコンしなやかタオルケットです。人気のしなやかタオルの心地よさをそのままタオルケットにしたこちらのアイテム、タオルの持つ吸水性やしなやかな弾力性を兼ね備えています。またふんわりとしたボリュームで、気温が上がり寝苦しくなる初夏の夜におすすめのアイテムです。無印良品ではこちらの他にもガーベケットなど、さまざまな厚み、色、触り心地の商品をお選びいただけます。ぜひ手に取ってお試しください。オーガニックコットンコンしなやかタオルケットは1回無印良品でお買い求めいただけます。最後は1回マイ枕から寝具のご紹介です。マイ枕は頭痛、肩こり、いびき、不眠症など眠りに関するお悩みをサポート。自分の眠りに合った枕でいい眠り、いい明日をご提案するお店です。マイ枕からのおすすめがこちらのひんやり冷感ケットです。ひんやり冷感ケットは毎年好評の接触冷感寝具の新作。裏地には熱伝導率の高いナイロン生地を使っているため、一般的なポリエステル生地と比べ約2倍の冷感度となっています。別売りの敷きパッドと上下セットでのご使用もおすすめです。
梅雨から夏にかけてのジメジメと蒸し暑く寝苦しい夜を冷感素材を使用した夏寝具で涼しく快適に過ごしましょう。カラーバリエーションはライトブルーとネイビーの2色。ひんやり冷感ケットは1回マイ枕でお買い求めいただけます。今回は初夏雑貨と寝具をテーマにお届けしました。早くも夏を感じるアイテムが目白押しでしたね。夏に向けてのアイテム選びをぜひ夢タウン久留米で楽しんでいってくださいね。お買い得情報を盛りだくさんでお届けする週刊夢くるプレス、次回もお楽しみに。